ドンズー園地東遊園地、神戸ルミナリエ開催時ドンズー園地は、兵庫県神戸市中央区加納町6丁目にある、神戸市管理の都市公園。神戸市役所の南隣で、フラワーロードの西側に広がる。東遊園地という名称の、東とは、旧居留地の東側に位置することに由来すると、されている。また、遊園地とは、公園と同じ意味で、 現在の日本語で一般に使われている遊園地とは異なる。1868年に外国人居留遊園の名称で開園した日本で最初の西洋式運動公園とされる。開園当時は外国人専用であった。公園内にはボーリング発祥の地の石踏み、近代洋服発祥地の石踏みなどの各種の記念碑がある。また、 慰霊と復興のモニュメント1.17希望の明かりといった阪神・淡路大震災関連のモニュメントも公園内にある。毎年1月17日に行われる阪神・淡路大震災の追悼行事では主要会場の一つとなっている。また、1995年から毎年12月に開催される光・コ戸ベルミナリエでは、東遊園地のグラウンドにフロントをネを設置。 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、ルミナリエの開催が中止された2020年にも、当初開催を予定していた12月上、中旬にカッサ・アルモニカをグラウンド上に設置された。公園の名称については、開園当初から内外人公園などと呼ばれていたが、1922年から東遊園地に統一している。明治8年旧居留地に開設され、 同32年条約改正による神戸市域への編入、昭和48年開園100周年再整備を経て、今日に至る歴史的な公園であり、神戸のシンボルの一つとして、市役所南側に広がる面積2.7ヘクタールの地区公園である。歴史的には、旧居留地の開設に伴い、外国人専用の運動公園として開設された。 園内のグラウンドで外国人らが野球、ラグビー、サッカー、ボーリングなどのスポーツを行ったことで日本にそれらのスポーツが広まるきっかけとなった。1890年には神戸クラブが建設されたことで外国人の社交場となった。2011年には国の登録記念物に登録された。新庁舎の建設及び地下駐車場増設を機に 既存樹木をできるだけ生かし、新たな利用形態に対応できる、要回収基本及び実施設計が行われた。新庁舎をランドマークとする、メタセコイアの並木に挟まれた南北に伸びる、水の景観軸を設定し、公園内に数多く散在していた彫刻、モーニュメントを生かした、新たな景観名所の設定を行うとともに、レストラン、公園管理事務所、地下駐車場換気口、 トイレ等は、急遽留置様式で行うこととした。また、イベントフィールド及びバリアフリー化遊園路、休養施設等の新設、照明等設備、噴水の改修、フラワーロードと体となった花の名所化を推進するための必要な補食等を行っている。なお、2018年のコ戸ベルミナリエ開催終了直後から2019年3月までの改修工事で、 噴水の装置を撤去。噴水池をマウンド上に埋め立てた上で神戸市役所の北側に設置されていた花時計の針や動力装置をマウンドの南斜面へ移設した。急設置場所に隣接する視聴者2.3号館の建て替えに伴った暫定措置で2019年3月28日から花時計の稼働を再開。噴水を囲むエリアの名称も噴水広場から。 花時計広場へ改められた。花時計の旧設置場所が新しい視聴者の敷地に組み込まれたため、当初の神戸市の計画では建て替え工事の完了後に花時計を別の場所へ移転させることも視野に入れていた。しかし実際には、東遊園地以外の場所に設置のスペースを確保できず、市役所の公式サイトで2020年4月に実施したアンケートでも東遊園地での常設に、 好意的な意見が過半数を占めた。結局、神戸市は同年12月に策定する東遊園地再整備の基本設計に花時計を高級的な施設として盛り込むことを決めた。ありがとうございます。